だから今本当にね、なんかもうみんなハッピーやったらいいのになって思う。わかる、究極のハッピーマンですよね。ほんまにそうなってくるとご両親どんな方ですかってなるんですよ。ほったらかしというか、あのあーせいこうせいって一回もやることない。でも昔の親ってそうじゃないです。多分今の子って勉強しとか、うんうん、塾行けとかめっちゃ言われてて、うん、お兄ちゃんはどんな人ですか？兄貴はね、うん、兄貴の方が先にテレビ出とって。え、なんで？あの9年9組鶴瓶学級。それ知らないですよ。もうあのあれでおなじみの9年鶴瓶学級知らないですよ、うん、私。ほんまに？うん、知らない。大阪ローカルでしょ。大阪の人知らんの？知らない。私だから鶴瓶師匠やってた学校の設定の、あ、知らないです、番組で、うん、生徒さんはみんな一般の人や、うん、でその人募集してやってたよ、うん、羽野秋さんとかみんなそっから出てきてるよ。へえ。9年9組鶴瓶学級。え、一般の方？一般の方で、それに兄貴出とって、だから俺がこの世界入って初めて鶴瓶師匠に会いにお会いした時に、いや実は、あ、山口と申します、僕の兄貴、あの鶴瓶学級お世話になって、え、誰や、山口孝弘です、うまかー言うて、うわーって。へー、もう本当にそれで、うん、でお兄さんはもう全然じゃあ普通の道に、建築の方に行ってね。うーん、これでもね、まあ、ちょっと兄貴の話はあれやけど、うん、まあ、兄弟でそれおもろいなと思った、うん、まあ、またもら子供見てて3人おったらみんな違うやん。違います。これほんまおもろかったのね、うん、兄貴がね、手先器用やなってずっと思っててね、うん、でミニカーでこう2人で遊ぶねんけど、うん、兄貴はねそのミニカーを持ってる人の家作んのよ。ミニカーで俺のもあの畳のヘリでベーって遊んでるだけやねんけど兄貴の家作んねん。ミニカーを入れるとことか、その家がミニカーとその採寸というか、うん、あのあれ倍率、あ、ミニカー乗ってる人の家ってことですか。そう、だからもうマイホームを作んのよ。リカちゃん人形、リカちゃんハウスみたいな感じで言うたらちょっとしたガレージ作って、へ、でその家がもう完璧やねん、小学校時に。で屋根があって、もういい家を作んのよ、うん、であの花壇とかにちゃんとあの何家のなんかどっかからカーペットの切れ端か切って草とか生やすのよ。それもうちっちゃい時から、小学校の時で、俺は兄貴の真似して家作んねんけど、屋根スカスカやねん、こうやって開いてたり、うんうんうん、でこれがやっぱり出てきて兄貴建築のいや道に行ったりとかすんねんけど、で俺はざっくり逆に DIY とか好きやねんけど、うん、そういうなんていうの、紙で作ったりプラモデルとか大嫌いで、兄貴はプラモデルとか好きやった。そんなけど、うちのね長男がすっごい工作好きで、まあ、でも子供、私の長男坊が、うん、今小6なんですけど、ちっちゃい時からすっごい好きで、もうテープとかめっちゃ使うからもったいないなと思ったけども、ある日もええわと思って、例えばこれが450、例えば500円とした時にセロハンテープ5個分じゃないですか、うん、私が10分で飲むビールを子供に5個テープ渡したら、うん、1ヶ月持つから私もこれもうもったいないからいっぱい使うなっていうのやめて、どんどん使えって言ったら、うん、いっぱい作るようになって、それこそ作品なんですよ。だから伸ばしてあげたらいいですよね、なんかそういうのどんどん。だから好きこそものの上手なれって、そういうことですね。本当そういうことやと思う、うん、だから親のできることってそのやらせてあげるっていう、そのやれる環境を作ってあげる。ほんまそれ、ほんま最近思う。それでいいし、これやりなさいじゃなくて、うん、もう選ぶのは子供やから、うん、やれる環境を作ってあげたらいいのかな。でもこっち行きたいやったらこっちに、でなんかほらこれをやったがために生まれる何かあるやん。うんうんうん。でお前あれやるって言ってたんちゃうの、途中で投げ出したんじゃなくて、これをやったから次のやつに気づいて、うん、そっち行くっていうこともあるから、うん、なんでもいいから やってみたらいいんちゃうかなって俺は思うけどね。だって時代変わってさ、うん、俺の時はゲームやりすぎたらあかんとか、はいはいはい、親が言う時代 で、ね、まあ、俺は別に全然やってないけど、うん、何年か前までほらゲームやりすぎたらあかん、ゲームばっかりしてあんたって言ってたゲーマーが何億稼ぐ、うん、そうなんですよ、職業に今なってたら今、ね、親もうみんなセット組んであげてやりなさいゲーム。ほんまゲームの学校とかあるでしょ今、うん、だそう時代が変わってくるからさ、
で子供らなんかスマホ見ながらねわーってやっていろいろこうながらでやるやってるでしょ、うん、でも俺らの時ってなんかしながらわかんとかいう時代の、そうなんですよ、ね、でも今の子ってながらしてやるから器用やね、うん、逆にええのか集中しろじゃないのか勉強する時テレビ消せとか、うん、あんなもええのかでも飯食う時ってテレビ見てる？あ、うち消すんですよ喋るから。ああそうすごい、うん、いいけど最初あれもつけた方がいいかな、ね、スマホをやっぱりご飯の時スマホやめなさいとかいう家庭すごい多いと思うけど、はいはい、でもご飯の時テレビつけてるとこ結構多いやん、うんうんうん、なので子供はいやご飯の時テレビ見てんのとスマホ見てんのとどうちゃうのって言われたら俺答えない。なるほどね。どっちもスマホはあかんけどテレビやったらいい感じありますよね、うん、でもこれはあそやなと思ったから、うん、まやもうご飯の時好きなことをさしたらいいやん。その代わりご飯ちゃんと食べる。で例えばお父さんが話しかけたらそれに関してはちゃんと答えるっていうことができてたら、うん、俺別にながらでもええんかなと思う。そこ山口さんっぽいわそういうとこ、うん、ちゃんとした目的を果たせたら、うん、そこまでの別に行くまではもう自由でいいんちゃうかなって僕は思うようになってきた。うん。私もそうなんですよ。なんかね例えば宿題するときにテーブルの上じゃなくてなんか床で寝そべってやってるの見て、うん、ちゃんと座ってやるべきやと思っててんけど、うん、あるママがやるんやったらどんな状態でもええって思ってんねんって聞いたときにあもうそれでいいかと思って。その子が集中できるスタイルがそれなんかもしれんもんね。うん、図書館行って集中できる子もおれば、うん、ファミレスで集中できる子もおれば、どっかコンビニの前に座って勉強してる子もおれば、みんなそれぞれ場所ちゃうわけやから、うん、音楽聴きながらもこうもおれば、うん、スタイル自由やから、もうそれで俺だからなんかね、いやまさしく今日の朝一でそんな話してるね。そうですね、ルールなんかね、うん、こうルールって誰が何のために決めてんやろと思ったら、分かるわ。多分世の中のこれ、みんな共同生活、いや世の中のねこの日本の中でね協調性と、うん、あとはその人に迷惑かけないためのルールでしょ多分、うん、だから勉強を寝そべってしてる子が例えばここよう人が通るとこやったらあんたほら、うんうんうん、座りなさいちゃんとやけど、うん、寝そべって勉強するっていうことは人に迷惑かけてないんやったら、うん、OK やんか、うん、だからそこのラインかなって。そうなんですよね、うん、だから本当にねルールを親が家庭のルール決めるのって、うん、ちゃんと考えがないと意外と薄っぺらいもんになるな。そうなんですよね。ただ単にいやそういうもんやからっていうのが一番最悪な理由でしょ、うん、そういうもんやねん。 それがルールやからみたいなとか絶対意味なんでなんていうのがないんですよね。なんでダメなんて言われた時にちゃんとじゃあ答えられんのかって言ったら、うん、で俺は一番そういう世代に生まれた人間やから、ですね、うん、だそんな大人になりたくないなと思ってんのよね、うん、これルールやからとか意味のないことを、うん、次の世代に押し付けることだけはしたくないなと思って、うん、で今の若い頃の考えとかすごいやっぱすっげえなと思う時とかいっぱいあるもん。逆に若い子の方がみんな尊敬してるから、すっげえって子供もその辺の子らもかっこええなって思う子いっぱいあるしね。だから私ね一回言われて嬉しかったのが、うん、なんかそのボイシーっていうのラジオみたいになってるんですけどコメントでね、うん、子供にうるせえクソババアって言われたんですって言って、うん、東京の人が、うん、で怒るんかなと思ったら、あ今時そんな昔の子供みたいな子いるんだと思って嬉しかったって書いたんですよ。今の子ってね、うるさいクソババアなんて絶対言わない教育をされてるけど、でもうるせえクソババアみたいな、もう今昭和の悪ガキみたいなのを久しぶりに見て、うん、わあ懐かしいなと思いましたっていうのを見た時に、あなんかそういうこと思ってくださる方も嬉しいし、なんか何あの子供じゃなかったんですよその人がね。えそれクソ誰が誰に言うたの？うるせえクソババア。クソババアはなんか近所の子がその投稿してくれた視聴者さんに。親に？通りすがりの人ちゃいます？でも昔ってそんないっぱいあったじゃないですか。今やってそんなんやったらどこの子やんたみたいなね、どこの子とか言ってなんかね、クソだ。だからなんか
うるさいおっさんとかおったやん、いっぱい大阪とかでもね。めちゃくちゃいましたよ。あとわけわからんおっちゃんとか、ちょっとなかなかこういうの言われへんよな、うん、おっちゃんもいっぱい。でもそんないっぱい見てきて、うん、よかったなと思うもん。そのおっちゃんなれるもん、今パッてやったらもうらなれるからよかったってこと。そのごっこで例えば酔っ払いの話が来たら、うん、酔っ払えるわけやん。でもほんまにグダグダの酔っ払い見てなかったら、うん、酔っ払いは演じれないやんか、うん、でこれ別にこれドラマ映画とかじゃなくてもコントでも、うん、やっぱダメな人とか知ってたらダメなやつできるやん、うん、そのずらしていけるわけやから、うんうんうん、でもそれ経験してなかったらやっぱ何もできへんから、いや俺は経験体験はもう財産やと思うね、本当に。ええことも悪いこともですよね、全部財産。なんか悪いことの方がある意味財産になってません、うん、いや失敗とか、うん、すごい大事。だから失敗させへんようにじゃなくて、いっぱい失敗、子供に関してですけど、すぐね、うん、いっぱい失敗してんやろうなと思ってまうな。もちろんね、その命に関わることとかも分かっててね、はいはい、もちろんっていうのは、それ危ないよって言ってあげるのはいいでしょ、うん、でもなんか何でも やってみな分からないし、だから自分らもやってないこといっぱいあるやん、子供らの方がもしかしてやってることも経験してることも、俺やってないこともあるかもしれないし、あるし、実際バタ友になってください。え、子供さん今は家帰ったらもう家出られてる、長男は家出てる、うん、寂しいですか、最後の日とかどうなんですか、家長男家出ていく時。思ったより早出たから、もう大学の時から寮っていうか、あ、なるほど、一人暮らしてて、そうなんや。でもう大学卒業した時からもう完全に一人暮らし始めたから、まあまあ最初から結構いてなかったけど、なんかね、あ、こんな早出るんやと思って、引っ越しは自分がやったからね、うん、俺の車で子供の荷物積んで運んでやんか、それは大学なった時かな。でなんかね、その日の晩家族でみんなご飯食べて、うん、まあ、下の次男も長女も来て、うん、嫁とみんなで食べて、ほんじゃなーっつって一人長男残して俺だけ家帰るやん、うん、なんか帰りちょっとグッときたね。ですよね、なんか今まで当たり前に一緒に生活してたのが、ね、うん、これから一緒に住むことなくなるんやと思ったら、で家帰ったら、うん、そこに今まで荷物があった、長男の荷物があったところにポッカラーンと何もなくて、あーっと思って、その日の夜はやっぱ俺一人でちょっと焼酎飲みながらグッと来てたかな。うわ、でも巣立ちってよう言うたもんで、はい、巣立ったんだよね。そういうことですよね、うん、やっぱりね、巣は立たなあかんと思うね、うん、このひなは、うん、だからその寂しさと嬉しさの方が勝ったいっぱいやったかな。グッときたかな。寂しいだけじゃないけど、うん、やっぱ嬉しいもあるんや。嬉しかった。あ、すごい。あ、巣立ったっていう。私その感覚慣れるかな。今も全然わからないんですよ。まだ言うても小6やもん上。でもなんか嬉しい。特に男親は男が離れてくれることは嬉しいんちゃうかなと思う。まだ女親と違うと思うけど。え、娘さん今何歳でしたっけ。え、娘14か、中3、うん、これまた違うでしょ、娘の巣立ちは。まあ、別かな。やっぱやっぱ男は嬉しいけど女は心配。嬉しいもあるけど心配とか、まあ、どういう目的で出ていくかやけどね。あ、そうで、そうなりますよね。だから自分の夢を追って海外行くとか、うん、でそういう番組もやってるのよ、そのグッド地球ビューティーっていういろんな人を見てきてるから、うん、自分の時どうかなって考えたりもするんだけど、でも自分が本人が選んで、うん、うん、夢を持って出ていくんやったら、それは結婚にしても自分がやりたいことにしても、その育ちはもうやっぱりいいかなって今はね思うけど、その時になったらどうなるか分からないけど。でも私ね、自分の娘のこと信じてるから大丈夫と思うんですけど、ほんまにね、恋は盲目じゃないけど、ほんま変などえらい、なんじゃこいつっていうような男を好きになるかもしれないじゃないですか。でもさ、後々はなんで私あの時好きになったんやろうかもしれんけど、私もやっぱあるんですよ、兄弟友達。
やめときって言うてもああもう好きやねみたいな、ほんで後に、うん、あんたの言うこと正しかったみたいなパターンあるからそんな時にね娘とかがほんまやな、基本はねそんな娘が自分が育てた子供が選んできた人やったらええー、人ちゃうかっていうふうに思いたいんですけど、信じたよね、そう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 、でもやっぱ違うやろな、いやもちろん子供またのところ息子息子娘そうそう一緒、またその娘さんは違うと思うねんけど、ご主人はもっとまた違う感覚やと思うけどね、ですよね、娘に対してはね、で俺はなんかあの自分の奥さんが妊娠って分かった時に、うん、もうやっぱ嬉しくて、うん、うわーってなって新幹線でちょっと移動やってんけど、うん、分かった後ね、うん、そうか俺も親父か思いながら、もう新幹線でずーっともうずーっといろいろこう考えてて、でなんか男の子やったらこうかなとか名前もいろいろ考えて、うーんとやって、で女の子やったらって言って名前を考え出してから、うん、え女の子やったらこうなってああなってって、うちほら男兄弟やから、はいはい、はい、女の子分かれんね、女の子分かれんか、はい、え女の子やったらえちょっと待って服、えそうか女の子の服を選ぶんか、えどうすんのおしめの形とかちゃうんか、なんやどうなってんねん、うん、でいろいろバーってえピアノとかやっぱり買うんかとか妊娠報告受けた日にピアノの話考えた、いろいろ女の子やったらこうこうでこうでっていやうわこんなやなあんなやな、えちょっと待ってよ中学になったらなんか男ヤンキーとか来ておちょっと待っておいとかなってグッとなって怒ってその後ガーッとなって最後お父さん長屋でお世話になりましたとかでガーッと俺新幹線からボロ泣きしとってガーッてなって泣いてた、で、ね、横の人が思う どうされたんですかあすいませんすいませんっつって、ほんで後で男の子ってあんなに女の子やったらってクソバーッつってそれぐらいもう想像であかんかったでしょう、それぐらいやっぱまあ また別かな、その特別ってことじゃなくて男の子と女の子ってやっぱそれぞれ、いや私聞きたい、自分が男兄弟、うん、男男と来た女の子、うん、接し方どうしてるんですか今中3一番なんかいろいろある時期で、もう基本ふにゃ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 親父ふにゃふにゃ、もう全然どんな感じだもう可愛いなみたいな、可愛いしかないもんね、あっていうのと、うん、もう今ね遊んでもらってる、もうめっちゃ何ちゅうの遊んでもらってる、ほんまにも、でも中3とかで何するんですか、どっか行くとか、あでもあの一緒になんか例えば秋葉原に行くとか、うーんなんかどっか行くとかショップとか、ほらなんかそういう自分のね推しの人らの、うん、って言って、うん、俺も全然分からへんけど、うん、あのボディーガードでついていくやん、へえ、あそんな感じなんやイメージボディーガードで行って、ボディーガード、うん、車出してあげて一緒に行って、うん、で俺逆にその娘がの機会がないとそんな店入らへんからさ、行ったことある、あの秋葉原のそのなんちゃうアニメのなんかグッズとかブワー全然分からへん、もうすごいよ、あここが日本の経済支えてんじゃんぐらいでもすごい出ますよね、うん、あそうなんや、もうみんな買ってるし、ふーんでそこでもう娘がその見てるのを見ながら、うん、ちょっと父ちゃん別の列行ったりとか棚見に行ったりとか、こんな売ってんねや言って、うん、だからもう勉強、社会勉強、原宿竹下通り行ってね、へえ竹下通り行ったらほらもう娘ここのちょっと店入るって言ったら俺もうそ入らねえか外で待っててさ、何の店なんですかそれ、それもなんかそういうキャラクターの、ああキャラクターなんかそういうのがあるんだ、そういう人気ので、その中入ったらこんなごっついおっさん邪魔やし、なんか何ってなりますよね、で表で待ってたらめっちゃ人通ってるから邪魔やねほんで俺ずっと下着売り場の前で待ってた知らんからね、知らんからさ、もう下着売り場やめたらみんな見ていくなみたいな、ぐっさんってバレてる人もおるし、もうコロナ禍でマスクして帽子かぶってるからあれやけど、喋、うん、ったらあかんねん、わかります声、またやん、なんかもうこの声いてへんやん、もうほんま声ダメですよね、もうほんまタクシー乗ってもすぐわかる、東京でこの声質ないんですよ、ないない、ほんで関西弁でしょもう終わってますよね、ほんま最高やと思うよ、ほんまですか、その唯一無二の唯一無二バタヤンボイスは、うん、もう最強やわこれ、うん、みんな手にしたいと思うそれ
最高。このガラガラ声手にしたい人おるかな。だって遠くに言うと、あ、パタヤ来たって分かるよな。ドラマの現場でも、あ、入ってきた入ってきた、おはようございます、入ってきた入ってきた、あ、今メイクルームおる、メイクルーム、あ、今トイレ行ったやろ、トイレ行った、めっちゃ聞こえて、楽屋帰ってきた。ずっとその声がさ、場所を表してくれるから。いや、確かに。だからそれこそ私昔子供の時、ハスキーあんたドラ声やなって言われたんです。コンプレックスやったんちゃう？小5の時に友達ん家行って、こんにちは言ったら、あんたすごいドラ声やなって。ドラ声っていう言葉知らなくて、すごいハスキーボイス、ハスキーっていう言葉も知らなくて、でもすっごい嫌で、だからもう音楽の時間もずっと口パク、もうずっと歌うのは嫌で。ほんで中学の時の、あの、中学のソフト部の先輩とカラオケ行くってなった時に、私人前で歌うの嫌やしってなったら、後輩やから一発目歌えってなったんですよ。ほんだしも歌も、それこそこの声やし、歌歌うのも嫌いやけど、セーラー服を脱がさないでだけはなんとか歌えそうやったから、入れて歌ったら結構歌えて声、ほんで盛り上がったんですよ。そっから歌好きになったんです。歌唱力とだから声はまた違うんだよね。だからほらプロの歌手でもガラガラ声の人いっぱいいるし、だからその子供の時にコンプレックスしたこととか、そういうことがもうプラスになった時は最、これそれ最強のものになると思うね。ほんまですね。だってあんたその声なんとかやな、ドラ声やな、なんとかやなってずっと言われてたってことは珍しいから言われるわけやから、なるほどな。これがプラスになった時は羨ましがられる。はあ、いいなになるわけでしょ。そうなんや。俺ね、あんまりテレビでは別に言う必要もないし言うてないけど、色分かりにくいね、目。あの色弱、子供の時から、だからそれがすっげえ俺、あのなんか本でさ、数字見るやつあったやん、なんか色のやつありました。でこれあの何が何の数字見えるの言いなさいみたいな、はい、分からなくて、分からへん子やって、俺ずっとあの検査が嫌やって、みんななんで分かれんのってなるから。 そうかで、それがやっぱり写生とかするやん、こうやって、美術のやつで、違う色落としてんのよ俺、全然その色出されへん、ね、でこれがずっと俺そういう絵を描くとか色塗るっていうことが好きじゃなかった、でもこの世界入ってね、なんかロケとかで色塗ったりするときに、ブラザートムさんが、俺の絵見てね、実は僕あの色弱なんですよって言ったら、最高じゃんって言ってくれた。なんかね嬉しかったよ。なんか褒めて、絵描くのは好きやったけど、なんか色塗る、色をつけるっていうのはあんま好きじゃなかったけど、であと片岡鶴太郎さんが、あの絵やられてるでしょ、水彩画をね、サバを描いた時に、まあそれも俺なんかちょっと言い訳やけど、変な色になってたらもうちょっとあれと思われるからと思って最初に言ってたの、実は僕ちょっと色こうでっつって、だからサバを見て同じ色をここに落とせないんですって言って、いいよくさん自分なりにやってよってやったら、この色いいよねとか、いやそのやっぱ絵をやってらっしゃる方は褒めてくださったんですよ。それで要するに、あ、俺は同じ色は出せないけど自分がなんかこうやったらいいなってっていうのを出せてんねやと思ったら、それがいつからしかきっちりした色を出せる人よりも違うものが見えてて、ほんまや、オリジナリティになるわけでしょ、あ、でもそっからなんかおもろいなってなってきて、弱点じゃなくなったんですね、そこがね、だから本当、まあ見てる方もそうだし、世間のいろんな人が、まあもちろんその人その人の弱点って人と違うから、いやそんなまでええ方やんとかあるけど、俺あんま上下関係ないと思う、人にとって弱点はちっちゃくてもその人にとってはでかいかもしれないし、でもそれを味方につけた瞬間、最強になるな、そうしたらいいと思うし、だから子供たちもみんないろいろ抱えてると思うけど、味方にせなあかんし、で親とか大人のできることはそれを、それ最高やでって言ってあげる環境でありたい、よその子にもね。だからそれ思うとね、あの例えばそれが、小学校の先生が、なんで唇やの、唇赤じゃなくて黄色塗るのって言われたら今の感覚ね。だからやっぱり、なんか違うことした時に、自分の価値観と違うことした時にも、
なんかこう、え、なんでそうなのとか、あ、うん、そうやって見えるんだ、へえ、かっこいいねとか、なんか、うん、こっちも自分の価値観を押し付けるのダメですね、女さと思ったら。なんか、分からんよ。じゃあ、それがね、1たす1は2っていうのが答えだったとしたら、はい、1たす1は5って言った子がおったら、うん、ブブーじゃなくて、うん、なんで5なん、うん、分かる、うん。なんで5になったのっていう聞く時間は俺大事だと思う。うん。うんそれが答えがあるし、うん、でそれがもしかしてすっごい計算を経てね、うん、1たす1は2を発明した人よりも実はねビビ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 ビって1たす1は本当は5なんですよっていう答え出せた子やったら革命起きるよね。それこそエジソンですよ、うん、1たす1は1ってずっと言うから、うん、なんでって言ったら例えば1たす1を1個のバケツに入れたら1になるじゃないかって言ったんです、うん、最高やん。ほんな先生がふざけんなってなって、ああほんでお母さんがじゃあ家でこの子を見ますって言って家で勉強してたんです。でも逆に1個と1個合わせて1個のバケツに入れたら1って言えるってすごくないですか。すごいよね。だから そこをもっと尊重されるそうで、まさしくね、毎年思うのがね、うん、あの学生さんとか大学の面接とか必ず来るやん、うん、で学校もそうやけどほら面接ってあるでしょ基本的にね、うん、誰みんな面接の勉強するでしょ、うん、でなんかマニュアルがあって、はいね、皆さんそうでしょ入社試験とかあったら入社面接、うん、はい、なんでこの会社を選んだんですか、あ、私はなんとかですとか言って、うん、マニュアル通り答えるやん、うん、であれはね僕会社自体が辞めなあかん。まずあなたの一番気に入ってる服着てきて、うんうんうん、服装からまず自由、うん、ほんまのその人みんなやったら、あと喋り方 もうマニュアルじゃなくてもう聞いた時に「あっそうっすあいあい」でいいねん。もうこいつこういう喋り方やねん、うん、で、あの、いやうちのおかんがね面接はうちの母はで今、ね、母親はちゃんと言わないか。この子が普段言うてへんやったら、うん、装ったこの子見てもしゃあない、うん、いつもの通りのその子を見て、あうちの会社にはふさわしいかどうかを判断するのが正しいと思う。装った とこだけ見て、はい、オッケーって言ってもさ、結局入社してからボロ出たら、そうですよね。だから、うん、だから俺はね、会社とか企業さんがもっとそこを、俺変わっていかなあかんと思う、これからの時代。山口さんがなんか会社するとしたら面接はもう私服着てこいですよね。ほんと、銭湯行く。銭湯行くの、うん、風呂行って、へ、一緒に喋って銭湯で飯行って風呂行ってでもぽいなぁ、うん、でそうやってやっぱりもう腹、ね、全員合格にしそうもう全員好きになるもん山口さん。その代わりほんまにうちで働きたいとか、うん、ほんまに好きな子来てやっていうことやで、ね、あんたもうその時点で僕らの商売もそうやけど、はい、グッさん好きなんですよっていう人のこと絶対俺も好きや。そうなんですよね。思わへん、はい、赤畑さんいつも見てます、めっちゃ好きですっていう人って、うん、この一瞬やからちゃんと喋られへんけど、あ、この人一緒に飯食いに行って飲みに行ったら気合うんやろなってだって俺のテレビの画面から出てる俺のなんか雰囲気を見て、うん、好きになってくれてる人っていうことは絶対なんか共通点があるんだよ、はいはい、考え方とか、うんうん、雰囲気とか、うん、あの旦那に似てるとかだからそれを本当に例えばもうライブやるけどライブに来てくれるお客さんなんか全員で打ち上げ行きたいもん。めっちゃわかります。思わへん、はい、めっちゃくちゃわかる。みんなと喋りたくない、こうやって。そう、どっから来たんですか、どうなんで俺のこと好きなんですか、ヤクルトさんのこういうとこや、って喋ってたら絶対この人も、うん、実は私もね、うん、っていうのがあるわけ、うん、でこんなに仲良くなれる人が、僕らの仕事は対ね、もうたくさんいてくれてるわけですよ、うん、ほんなら死ぬまでに全員会いたいなと思うファンの人もね、そうみんなと喋るともうまたできるもんな。最高やん。なんかフェスとかやってわーって来てくれるとかいうのはすごいありがたい、うん、でももう喋れてないからさ、みんなと喋りたい。一回私めっちゃだから、私ね、あの最近コロナちょっとあれやから、今までオンラインやったのか、最近ほんまにこの2日前に、うん、イベントしたんですよ、トークイベント、うん、一人でお客さん入れて。ああ、ほんと何人ぐらいお客さん。それは60人です。62を2回回ししたんですけど。まだ一人でやるの、それ。一人です。
すっごい楽しくて、ほんでお客さんも舞台に上げて喋ったりするのもあって、だからそれこそほんまにもうお酒飲みながらやりたかった感じで、そういう会もしてたんです今まで。コロナの前は、うん、あの10家族ママ家族で来てもらって、で夜は、パパに子供見てもらって、うん、夜9時からはママたちともうガンガン飲むっていう会ずっとしてて、すっごい楽しかったんですよ。それ向こうからしても最高やんか。そんなだってバタヤンと一緒に飲めんねやろ。そうでもね、ただベロッベロッでもね、それがママたちにしたら、あのパパに見てもらうっていうのがいつも申し訳ないと思ったけ ど、こういう機会っていうのが全員してるから、本当にね、もうだから本当に楽しかった。だからそれもむっちゃまたしたいんですよ。なんかどっかにパンって、その僕らこうやってる芸能っていう仕事のね、うん、あのラインやっぱり線ってあるやんか。そうですね、お客さんとの、うん、そこは持たなきゃいけないとこもあるし、パーンって取った瞬間めっちゃ気持ちええなっていう瞬間もあるやん。はい、今まで例えばもうここの社長もそうやけど、お店さんと、あ、どうもお邪魔しますっていう立場やった人がどっからか電話番号交換して友達になった瞬間って、うん、なんかそれでええやんって思う時あるよね。でも大体お客さんって、僕らのお客さんってお客さんやんか、うん、その線どう越えていいんやろみたいなのがあるけど、わかります。例えばその人が今度店打ち合ってるんですよ、食べに来てくださいよって、あ、ほんますか、どこですかって言ったとするやん、うん、でこれで、あ、この間ライブ来てくれてありがとうございます、あ、本当にでもほんまに店来てくれたんですねって、ここでまた仲良くなって、うん、電話番号交換してまた来ますよって言ってるうちにだんだん普通に友達になっていく感じあるやんか。だから結局会う人は会うんやと思ったら、最初からパーンと払った方が気持ちいいなっていう瞬間、ね、その感覚すごいですね、うん、すごい。だから一般の人の仲間めっちゃおんのはそうやねんけどね、あの友達で一番仲良い人誰ですか、うん、芸能人それとも昔からの友達。あ、一般人かな。ですよね、うん、私ね、もうすっごいちっちゃいことなんですけど、山口さんと喋ってて嬉しいのが、うん、いや俺の連れがって友達のこと絶対連れって言うじゃないですか。まあ、から大阪人やからね。それ聞くたびにこえなっていつも思った連れの話またしてはるわみたいな。もう連れ多くないですか私の中で1万人ぐらいいる、ほんまにいません。だっていろんなとこロケ行ってその度に友達になってむっちゃるでしょ友達。だからまあどれぐらい会えてるかとか、その密度はそれぞれちゃうけど、いまだにだから幼少中高の連れと大阪行ったらやっぱ大手遊んでるっていうのもやっぱ大きいかもね。だからずっとまあ、ぐっさんっていうのは、ね、この業界の呼び方やから、うん、あれやけど、まあ、みんな何て呼ぶんですか。みんなともくんっていう。ともくん、あ、昔からともみつやろ、ともくん。ともくんがずっとブレへんのは、まあ、自分でのもちょっと恥ずかしいけど、ブレてないのはそいつらがおるからかな。うーん、おった時に俺からしてもそいつ一緒やし、うん、そっちからしても一緒やから、うん、その芸能人やからって言って付き合ってるやついない、うんうんうん、地元の仲間って、うん、そうですね。たまにどうしてもちょっと近所のおばちゃんがあってサイン持ってくるやつおるけどそれは全然嬉しいやん、うんうん、あんたともくん、え、ぐっさんの同級生なんやでって言ったら、うん、こいつが喜んでたらそれはいいし、うん、でもなんかあまりにも地元帰ったら普通すぎて、うん、ぐっさんのこと忘れるわけ自分がとお店とかで、嬉しいでしょその空間。そうだから、わーっつって、あ、こんにちはとか言ったら、店の他のお客、お、ぐっさん、うんうんうん、あ、こんちはって急に、あ、こんちはぐっさんに、お邪魔しますつって。でもそのなんかそんなある、もう25までサラリーマンやってたから、芸能界入ってきてもずっと芸能界、まあいい意味でも悪い意味でも、あの客観視してるから、どっぷりじゃない自分がずっと。いや、そうなんです。どっぷりじゃないんですよ私。それがすごく、私が多分私がもともとすっごい人見知りやから、山口さんと喋ってて人見知りの感じ全く私が出さなくていいから。あ、でも嬉しいな。そうなんですよ。私一個ね、ぐっさんぐっさんっていつからですか。私今日 NHK 見てても、うん、え、ぐっさんって NHK のアナウンサーが読んだ時にもうNHK のアナウンサーももうぐっさんでええ、だからもうそれかスーパーもぐっさんって出さないから、ね、そうだからぐっさんなんですよ。うん、ぐっさんね。何きっかけですか。